この番組はあなたの思い生放送インターネットラジオユーストリーム制作配信クリックボイス沖縄の制作でお送りいたします阿波沖縄は沖縄県内外海外に住むう内南中や沖縄を愛するすべての人へ今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です最近のニュースはもちろん沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント 美味しい食べ物などなど実にバラエティに富んだ内容を、私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。うちなんちの、うちなんちによる、うちなんちのためのラジオ。もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。はい、阿波沖縄ワッターバンドはリスナー参加型の番組です。番組やテーマに対する皆様からの生の声をリアルタイムでお待ちしております。送り方は今お聞きのユーストリーム。 えー、画面右側にあるツイッター、フェイスブック、マイスペースのアイコンをクリックログインしてからコメントを送信してくださいツイッター、フェイスブック、マイスペースいずれかのアカウントが必要ですのでアカウントを持ちでない方はこの機会にぜひアカウントを取得して番組に参加してください。はいさいレオナではいさいレオナででででですすはいさいですはいさいですすマノ はいということで今夜はですねこの5人でお送りしたいと思います今日はゲストでですねお二人迎えてます後ほちょうど自己紹介してもらいたいと思いますはいさて今週なんですけども週末レオノスはどっか行ったらしいですはい部屋に行きました部屋に何部屋んなわかりますどこにあるかわかりますしてます上ですよね上北の方今の上そうそう元気のね 運転、ラき地の運転校から運転校からどれぐらいでいくんですか1時間20分だったと思うんですけど分らいあええっとね伊部屋離島振興センターってところで伊部屋フォーラムみたいのがはい伊部屋の地形地質生物地形と地質と地形と地質生物 固有種がいたりとか、はい、あとは祭祀からそういう感じなのかなっていうことはあれですか島の成り立ちから,から文化<ー>歴史とかでまちづくり系な景観まで,あまでどんな本までやっていったらいいのかっていうのがっつり5時間5時間,5 5時間先生がね56人いてその専門家の人が最近の,その研究の発表を兼ねながと 大丈夫ブ所かった。っいいですねまずいい,いい部屋やっぱりリトーいいねいいですよね、うん、それそこ、うん、<laughs> 何が良かったですか一番、うん、やっぱりそのなんて言ったらか気持ちがいいんだよなその何あんまり人もいないし、うん、はい、うん、交通も全然ねゆっくりだし、うんはい でもうちょっと痛かったんだけど、もうちょっと痛かったんだけど。結局何泊したの？あ、一あ、そうなんだ。でもそれなんかね、あの来週じゃない、次の次回放送聞きたいよね。ちょっとダイジェット版で。そうですね。ダイジェット版で。そうね。個人的にはノロの話とかつかったんだけどね。わいいですね。ノロってわかる？わかります。名前だけ。名前だけ。そてさて、今日はね、あの私たちから。 焼く一回りとかね違うかもしれない若者をゲストにお招きしてるわけなんですが、はいはい、青木初の平成生まれらしいですよ<ー> <laughs> 後ろその辺もね、はい、たっぷりお話聞きたいと思いますはい青木なワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド私たちの番だよという思いでやっています、えー、この後11時までお付き合いください の三つ星は風に乗せるアドレナリン開く心眼は日々を覚醒我の声は釈迦の手の惑星漠然とした白線を覚醒銀河の濁点取りまた悪戦苦闘 シネマラボ特管小僧の水曜キネマ探偵団沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特管小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわるおもしろトーク番組ニューストリームで全世界に配信「シネマラボ特管小僧の水曜キネマ探偵団」「ほうご期待 ユタラフリート。はい,さい、サイレオナです。はい,さい、サイチーカーです。はい,さい、サイナグスクショーです。はい,さい、サイマノです。はい,い、サイユコです。はい、ということで今日はこの五人でですね、はい、お送りしております。は、え、じ、ー、めのトピックはですね、第五回世界の打ちナ UNCH 大会についてということで、えー、ゲスト二人。

自己紹介して。自己紹介してもらいましたけども。はい、あの島くつばわからない方もいるので、標準語でも。おはい、皆さん、こんばんは。えっと、沖縄国際大学四年の、あの宮城翔です。今日はよろしくお願いします。はい、はい。私も同じく沖縄国際大学三年時の金城真野です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。宮城って、なぐしっていうの。なぐしです。あ、そうなんだ。はい。 ナシュロはなんていうのじゃ。ナシュロはなんですかね。ああそうなんだね。宮城のこと金具宿って言うんだね。宮古はナアクじゃないですか。はいはい。そのあ本当だ本当だ。そうだそうだ。近所は金具宿です。金具宿だね。はいはい。というこのお二人に来てもらったんですけども、お二人からまあいろいろ。 えー、10月に行われる第5回世界の打ちなしなし大会について、はいろいろですねお話を伺っていきたいなというふうに思ってます。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい、ますツイッターの方どんなですか。ツイッターの方ですね。はいえっと皆さん続々集合してます。えー、っとスボルメイさんえー、っとですね遅刻したっていうことですね。ゆ <laughs> り <laughs> <laughs> さんそのヘッドセット欲しいなって確かな。 私かわいいやつですね。そうそうそう。あのピンクと白の可愛いです。で、今日からなんと、えー、ワンコイン導入価格が広がってまーすって。あ、ワイコンあ、あワイドコンバー、ワイドコンバーター。<laughs> はい、えっ、ー、と、導入ということで、えっ、ー、と画面がちょっと広がってるんですかね。ーうううん、うん、はいそういそう 中でお届けします。ごめんなさい。ちょっとお名前、アキシリッシュゼロ五ゼロ七さん。こんばんは。こんばんは。<ー>はい。うん。えっ、ー、と、えっ、ー、とこれは三日前だか違うね。うん。えっとどんどんメッセージください。お待ちしております。あ、置くさん来ましたよ。先生。<laughs> 先生。先生聞き今日もまだもします<生>。まだ職場なので半日。<laughs> <laughs> はい。 あのちょっと突っ込みのあのお兄さんがいるからそうですねはいどんどんいろいろねあの知らないことを調べてくれたりとかしてもらいます <laughs> 裏の下左また左フッ出せるんじゃないはいん千葉なさんも今登場ですね到着しましたはいありがとうございますはいさてえー、まあ第五回の世界の打ちナム大会についてということなんですけども、はい、ちょっと皆さんどういった関わりでこの大会に何か関わってるということなんですけど。 どういった関わりなんですかどういった関わりというと、うち<ん> <laughs> のうち、まあ、大会にあのこう皆さん、あのなんていうんですか、えーこ、いろいろこれから関わって、うん、イベントをしたりというようなお話を事前に聞いてますけども、はい、今回、どういった形でですねこの大会に関わる。 いや重いとかなんでがきっかけだったのみたいなあなるほどきっかけはですねあちょっと待ってでも最初あれがいいんじゃない世界のうちなんて大気圧とは何かあれですあ違うあそこですねごめんごめん近いんか近なんかごめんごめん任せますはいいいですかはいあのきっかけからはいはいはいえっと僕はちょっと二年ぐらいですねカナダに留学してたんですけれども自己紹介するときは絶対 I'm そ、ok んうん、したら「沖縄ってなんだよ?」って言われて「うん、どこだよ何が日本人と違うんだ?」って言われたときにうん、うん、自分では違うつもりだったんですけど「うん、何が違う?」って言われたらあんまりうまく答えれなくて「うんうん、答えおお」ってこうちょっとはぐらかすと「な日本人と一緒じゃん」みたいになってうん、うん、それが嫌で、うん、こう帰ってきて「何かできることないかな?」とちょっとちょっと身ぐるぐるしてたらですね、はい この第五回世界のうち男子大会若者学生事務局があるぞと、はいはい、やりますやりますやりますと、はい、それ何で知ったの？これはあのフェイスブックで今流行りの、フェイスブックすごいね、すごいですね、今流行りの、はいですね、まあ留学から帰ってきてというような形ですね、マノはどうなんですか？とマノはえっと3月に中国に行ってきて上海だったんですけど、そこで中国人となんかおしゃべりしてるときに ジェスチャーでいろいろ喋ってたんですけど、うん、どっから来たのって言われて沖縄って言っても全然通じなくて、うん、日本って言ってやっと通じて、はい、そしたらちっちゃい中国でしょって言われたのがすっげえ悔しくて、うん、でもっと沖縄いいところなのにってえ、それ沖縄のことをちっちゃい中国いろいろ説明して文化とかこう言ったけど<国>えそれってちっちゃい中国なんか中国にもあるって言われて。あ<ー>は でこの自分もアピールできなかったのがすっごい悔しくてで帰ってきて沖縄もっとしろうってなった時にこれがあってで,で学生なんかできることないかなって言って立ち上げたのが私です<ー>私と5人いるんですけど最初のメンバーが、はい、立ち上げました何かできないかなっていうことで結構あれですね皆さんあのその海外に行って海外から沖縄見た時に。うん 自分がな何ていうのかなあまり沖縄のことを知らないそれがきっかけでですねそれで一応それをきっかけに自分何なんだろうとか考えたわけ何人かないとか何人日本人って素直に答えられないってことから考えるんじゃないまずなんか「日本人」っていうのにちょっとちょっと軽く抵抗があって沖縄って言えばいいやと思って沖縄って言ったら通じない 説明できない、うん、沖縄人のつもりだったけど、うん、ああ何かなーと思って、うん、これはもうちょ,もうちょっとこの自分の地域のこととか、うん、自分のルーツを勉強しないといけないとはい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 で俺は何だっけレオナさんとかもそういった経験そうそうですか俺もカリフォルニアとハワイに留学してたんだけど、うん、やっぱり 自分、違和感感じたわけよ。で、日本人の友達もいっぱいいたんだけど、とっても仲いいんだけど、ああうもなんか違うやつさみたいな。で、だんだん文化もだから自分でね、歴史とかもいろんな自然とか、言葉、うちないうちもね、なんか出てくる言葉がわからんさ、ちょっとあんまり知らないけど、それぐらいから調べていくうちに、結局俺何死んだばみたいな、ね、そういうのを考え出してね。やっぱりそれが 今ののいいろんんんななながってたりするんだけどか僕はですねあの、まあ、外に出た経験、まあ、あの出たことあるんですけどちょっと短い期間ではあるんですけどそうことは違ってですね僕の場合は、うん、あのいつも自己紹介するときに「出身はどこですか?」と聞かれると、うん、僕は石川市というふうに。 合併して石川市というものはなくなったんですけど<ー>僕はそこに、ね、こだわっていて<ー>石川市ですとううすうそうだよね石川だね石川はそう石<川>うるまではなくて石川市ですとうう言ってますすごいな、はい、石川か <laughs> うちは何になるのくん ウルんみたいないなんかこういろいろこだわりだとかそういった思いとかがあって今回、ウチナンチ大会に皆さん関わるようになったと思うんですけどもそもそもウチナンチ大会ってどんな大会なんですか大会は の海外に行ってる、まあ、現在北米と南米はじめ世界各地にいる、うん、40万人を超える県警人が在住してるんですね。<あ>はい、海外全体に万人もいるんですよ<ー>で歴史がいろいろあってたくさんあってでその世界のうちなんちたちと呼ぶんですけどこの彼らが、うん、でその彼らが5年に一度帰ってくるんですよ。うん、でそれでなんかその沖縄ならではの感動イベントがうちなんち大会ですざっくり言うと。う 実際ね、大体、そのイベントは帰ってくるさ。どんなことしてる。のどんなことですか。いい質問ですね。これはですね。まず、この前夜祭パレードから始まるんですけど。国際通りを、このみんなで旗持って。こう帰ってきたぜ、みたいな。あれ、どうして。旗っていうのは国旗国旗です。各国の。それぞれの その海外に出ていった国国の国旗を持ってっていうことですね。衣装も民族衣装、民族衣装着て。多分テレビで放送されてるかなとニュースとかトレード映像だけならもうググったら多分すぐ出てくると思います。じゃあこれは後でググってで他にをでそうですねこの大会期間中はなんかチャンプル交流ステージイベントとかこのステージでこの各国の ダンスやら何やら自分なんか住んでるところの文化とか芸能とかそういったものをお披露目したりとかそれで交流するというような感じですかねそれ場所はどこなのれはあの踊ったりなんかそういったステージっていうのはこれコンベンションセンターのほうですねえ何日間 日間です前夜祭も含めて5日間ですへえ本大会は4日間ですねすごいですねなかなか5日間も連続してやってるお祭りってないですよねお祭りって言ったらちょっとあれかもしれないですけど他に何かあるんじゃない他にもですねワールドバザールだとかですねこの空手とかをやっぱりみんな各国で習ってきたのここであ みはい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 、はい、ああーーかだからもうほんとにこうなってったらですけどこのもうヒージャー名のこの白い白人さんたちが「おっすおす」みたいなのやって、うん、へえみたいなとかやってたりとかですね、うん、あとはこの自分もあんまりこれよくわからないんですけど「うん、ワールドウチナンチュビジネスフェア」みたいな、うん、はいはいはいレアノさん参加したことあるもう5年前前にたたたまま、いた会社が <で>はい、出てて参加したことあるんだけどどんな感じまあだからその…沖縄にある謝ってよその組織に所属してるところが展示してこんなのやってますよとかそ,その場で売ったりとかやってると思うんだけどーー、うん、物産味系あとはその…まあビジネスマッチングみたいなのもあったと思うんだけど。 地域の特産品とかそういったもの海外の会社が展示するって感じではなかった気がするそれがあったらうん、そういすねそうですよね海外でもうちのあん中の方で成功されてる方いるじゃないですかそういった方来ていただいてっていうのも面白いいかもしれなちょっとツイッターに行っていいですか少し戻ってスボルメさんから方言わからないな。 ああ、<laughs> 方言わからないな、ダメですよ、これ。あのー、ちょっとね、呼び出し、<ー>呼び出し、ものだね、ちょっと番組終わったら、裏に来てください。<laughs> はい、方言じゃないですからね。方言じゃないです。島クトゥーバーです。はい、島クバです。はい、ええー、沖崎さんから業務連絡です。今日は質問に対応不能です。不可能、不能です。<laughs> 仕事中なのです。<laughs> はい、そしたら、あれじゃないですか。<laughs> けい、沖崎さん。計算、あ、木のりさんとかも。あ、そうですかね。木<ー>、ね、のりさん。 はいえそれからヨシアジョジホゼうちの通派次長ですねああ若者のイム局になって大丈夫次長大丈夫かね次長も緊張してるよね次長緊張してるねイム局じゃない事務局ですよねはい頑張れって声援だねありがとうございますはいヒーラーさんからユコリンどうせなら猫耳もつけてってなんかうちキャラ変わってってない大丈夫えっとあ今日は自宅からチエとエミも参加してますね お疲れ様ですじゃないやいこんばんはということであと知恵からあのさっき言った小,小さい日本っていうのは<ー>台湾に小琉球という島があるのでそこと間違えたかまたは歴史的に琉球は中国の一部だったという意味で言ったかというそんな感じでするねそうですね、うん、あはい、はいはい そうですね続いてヒーラーさんからこんばんは地球人ですってちょっとよくわからない自己紹介が入ってきましたよ。<laughs> <laughs> あでちょっと私がねあの,あの面白いツイッターだなと思ったのは「報州沖縄さん知ってるけど参加したことない」ということで世界のウチナーンチ大会とあと沖縄アンハブさんから「ウチナーンチ大会って名前,名前は知ってるけどレベル、うん、名前は知ってるけど点点点レベルだよね、うん、勉強になります」 いうことで名前は知ってるけど一体何っていうそうですねツイッターがねうんだからはい今日はこの辺も含めていろいろ俺もイベント自体には参加したことないとか見たことないあるうんあの5年前にそのコンベンションのその屋外でなん。 多分ジュニアスタディーツアーかなんかの、その、まあ、成果発表かなんか、こう。各国の民族衣装を着る体験ができたりとか、っていうようなブースをやってるのを、私は。はい。み見に行ったことがあります、ね。うん。うん、うん、よくある。な、な、ごめん。女子大会に参加したことある?。参加。私はできないと思ってた、今まで。あ,<ー>あのー、もう。こっちに住む人は<ー>、参加するんじゃない、うん。そう、そう、そう、呼ばれた人だけのためのお祭り。 だと思ってて実際入れないんだとか思ったらなん,、ね、なんか混んでるし、うん、やーってちょっと思っちゃってだから身近になってきたのは今回がねこうやってお話を聞けてやっとかなという印象がありますあと w a v あのツイッターにもあるんですけど、うん、w a は知ってますなんとなく。うんうん、ワールドっていうのが、うん これも世界のウチナチ大会から派生したものなんだよね。確か。ウチナチ大会からではないんじゃないんだ。別じゃない。んか第二回に発足したっていう記事を見た気がした。はい。じゃあそれからなんだ。ちょっと僕はバグが知らなかった。ももと元とハグだったわけ。へえ。うん。あ、ちょっとちょっとあの調べときます。図書館あの師匠がいますんで。参謀がいるので。 なんか俺が聞いたのは w a の発足の前にハーブが立ち上がったってハワイウチダンチビジネスアソシエーションがそれで全国的にっていう世界的にってなって w a に変わったらしいんだけどだからウチダンチ大会俺が知らなかったうんうんあそうだねちょっと調べてみようねでちょっとごめんなさいツイッターに戻ると美里美里さんからマーノーとショーダーって応援来てますよでさ郎次郎さんって浅川やってる 朝かやってる人だよね朝か朝かいあーあはいはいはい六時半ぐらいでした寝てるかな <laughs> <laughs> はいえっと <laughs> うちなこれなんていうのうちなーにやんうちなーにやんさん<ー>知ってる方かな<ー>いいねいいねうちなんち大会は若者が自分の言葉で説明するといい感じだな伝わる感じだよっていう応援メッセージも続々来てますよあ,いいありがとうございます ウチナーンチュ大会をきっかけに発足したって、ウチナニアンさんが、w a は。ああ、やっぱきっかけだったんだ、うん、そうだよね。はい、えっと、それで、まちょっとウチナーンチュ大会に戻りますけれども、あのまちょっと内容のところですね、ちょっと途中だったんですけども、ワールドウチナンチュ、空手とかも、空手とかも。 はい、なんかん、ね、自分さっき聞いたんですけど、うん、このうちの参謀から「うん、世界エイサー大会」っていうのがあるらしくてらしいですねなんか NHK さんってことかなんか海鮮がどうのこの世界とつながって世界同時にみんなでエイサー踊るとかっていうのが同時なんだ同時ですよねあちこっち夜だ,夜だったり朝だったりするんだよねだう、はい、すごいね <laughs> すごいですよね 面白いなあれですかねあの「紅白歌合戦」みたいなイメージですかねね結構いろんなところ中継さてますねガッてやるじゃないですかあんなイメージですかねすごい大掛かりなすごいですねすげえ NHK の取材班が飛ぶんだよね多分各地にそうじゃないですかあの支局があるので多分支局使ってやるんだと思いますけどいいねこういったのがこうイベントとして やっていくわけですよね。えー、13日から1415と、うんはい、で16日最終日はどんなことをやるんですか感動フィナーレですねこれは <laughs> グランドもうグランドフィナーレっていうんですけど感動フィナーレで,でいろんな多分出し物があって、うん、2> で2来去年の第4回大会の映像を見たんですけどすごいなんか「キムタカ」の周りとかいろんなダンスが なんか含まれた映像もあったし、歌もあったし、劇もあったしで、自分感動しましたあの映像みたいな。えー、今回もなんかフィナーレは今回も,んな,でも,もなんこれはまだこっち側もなんか秘密にされてて、えー、楽しみに撮ってって、観客、えー、者でも秘密にされるぐらいな。な今回はすごいよって。この場所は コンンベそれとも今回の大会からこのセルラスタジアムも使おうって言ってこのコンベンションじゃやっぱちょっと小さくてこの来てくれる県警海外の県警の陣の方たちも増えてきてどん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 入れなくなってきてでやっぱ今回からはもっと県民の人たちも一緒に参加してこうやっていこうっていうのもあってこの会場が2つ2つ二つになってるんです。 それで大野山だったまあ、モノレールもついてるし、空港からも近いしね。空港からも近いですし。そうですね。ちょっとツイッターで質問来てますよ。スポルメさんから各地域でやってるんですか。北中城とか。ああ、各地域でも。じゃあ、イベントはやってるみたいなんですけど。日にちが被ったりとか、ちょっと地域と。まだうまく連携されたくないみたいで。これからだね、これからで。県がこの日にやってて。 どっかの市町村でも同じ日にやっててどっちに行ったらいいんだろうみたいなとかが読まるんだよねその辺がうまくこう情報が一元化というか集約されてこの日にここで何やってるよっていうのが分かると痛いねいいですよねそうだね選んでいけるさしたらこれは大会のだけなんでしょこのスケジュールは一番大きい全体の大会ですね小さいのが市町村ごとだったりとかいろいろやってるわけですね 知りたい知りたいですねやっぱり地域によっていろいろこの文化とか歴史も違いますのでそれに合わせて例えば金とか厚そうじゃない厚そうですよねあそこもハワイ発祥でしょこっちからハワイ移民の名前何だった東山急走だった移民の移民の父はそうですはい富山急第一回ハワイ移民のそうですよねはい っていうような形でうちなんち大会、はいえー、10月の12日がぜ、うんや、はいで、えー、13から16までですね。うん、で、えー、やるとあやるとあごめんごめんであれだよねこの今説明したうちなんち大会は第5回世界のうちなんち大会の説明で、うん、みんな天野とウがいる事務局はまた違うの、うん、はい そうですね。ちょっとこの辺を聞いていきたいと思うんですけども、これもまたいい質問ですね。ありがとうございます。いっぱいいい質問が飛んでくる。これね。はい。まず何をななんかその名前？はい。若者学生事務局。事務局はい学生事務局。若者学生も学生じゃなくても全然。あいんだ。はい若者も自称若者でいいんです。自称で大丈夫ですか？じゃ 言ってください。少々英語で。英語版で。ユース言うの。ユースうちなんチュネットワークです。でユンで。はい。で省略してユンユンとかみんなで言ってます。ああそれで。W あのこれ何人ぐらいで。今何人っていうか。三ぼ。三十。三十人ぐらいいるみたいですね。三十人ぐらい。まあどんな感じなんですか。学生が中心なんですか。それとも社会人もいたりとか。 どっちかって言ったら学生が多い社会人はアドバイザーってみんないろいろ助けてくれたりアドバイスしてくれたりそうやっっって関わたりじゃあちょと社会経験があるからいろんなことをやってきたような人たちがこんなしたらっていうアドバイスしたりとかりますよね勉強しかしてないんで。 そうですね現実的な意見が入ってくるとああみたいなんか思いだけじゃできないこともあるんだなって思集まってその集まって目的この若者と何学生が集まって何をなん何したってるとしっていうのが結構やっぱ もうその方たちも亡くなっていくじゃないですかどんどんやっぱり年にはかなわないじゃないですかだから次はもうこの番組と一緒ですよ「w a t ター b a n d っていうことでこのこの今までこの何助けかこう受け継がれてきたものを次の世代に持っていこうよっていうのでこの大誤回からこういう 若でも第5回のこのうちのアンツ大会のテーマが「次世代への継承」ということで「あ、全体のテーマが。で次世代への継承で,でじゃあ自分たちがそのもう終わったバンドっていうことでつながる場 <laughs> <laughs> そしてで、もうみんなで沖縄を盛り上げよう若者から盛り上げようってことでみんなであじゃあやるかって言って最初「5名」から始まって今も。 で目的としては継承継承だから誰から誰かに引き継ぐその大きいおばあちゃんたちは海外のうちにつながってるけど自分たちの世代はまだつながってないあそれは4世とか四世4世同世代の世界のうち団たちとつながる場 なるほど将来的に沖縄をもっと魅力的な場所に島にしたいっていうことでうん、うん、みんなで集まっていす、うん、そうか、えっと、私よく思うんだけどつながってなんかそうつながってその先に見えるものというのはその例えばワブの若者版みたいな感じこの世界各国に若者がいてビジネスとか交流ができるみたいなイメージかな。うん それもそうですけど沖縄って島じゃないですかなかなか外に出ようとしてくれる人が少ないっていうか中に自分の両親もなんですけど一回も外に出たことないんですよずっと沖縄で暮らしてきてるうん、うん、でやっぱりも出ないといけないんじゃないかということで外にいっぱいつながりがあったらうん、うん、あ俺行きたいってなった時にぴょって。 すっていけるようなそういうネットワークとかをねじゃあ何かしたいってなって何かしたいけどあっちのあれがあったらできるかなとこのすぐもうブラジルに「ラララっメールしたらって返ってきて「お何かできた!」とか「うちなんちゃがいるから」って安心感ですかね安心感あ感安心感行く場所にうん スローンね確かにそうですよねこれは何なんですかねこの「うちなんちゅう」ってだけで「ああ」ってなるあれはそうですよね特に海外にいたらねすごいですよねお前もあの翡翠島が来たかみたいな親戚みたいになるよね「沖縄のどこ?」みたいな「ああ昨日は高校どこ?」みたいな「話中学校は?」みたいな。 あそうですね。うん、あの県人会ってすごいですよね。うん、あのまあ国内まあどこの県にも、うん、沖縄の県人会ありますけど、海外にもありますからね。うん、そういったネットワークを、うん、おー次世代につなげていきたいというような思いでやってるというような感じですかね。なるほど。えっとちょっとツイッター行きましょうかね。はい、ああれなんか今日勝手に動くってばツイッターが。<laughs> <laughs> えっと H え、なんていうんだ、h 2 o スさん？これはうちのボスですね。ボス。お、ボス来た。若者事務局、若者の事務局のみん、み、あ、南です。あ、南ですうん、大会の若者プログラム企画書作りながら見ています。お、今作りながら見てる。作ってるわけですね。ちょっとじゃあ送っち送ってもらおうか。企画書送ってください。とあとそのちょっとしたいですか。ちょっとした。えっとツイッターですね。 沖縄アリニアンさんから来てたんですけどうん、うん、サンボーンチタイアナて,てるんですけど、うん、あの「新垣マリアさんです」「サンボーは」<laughs> 今あっちのカメラの後ろでスタンバってるんですけど <laughs> <laughs>、うん、あやっぱそうかあやっぱそうかって来てますよ <laughs> はいあ今自己紹介してくれたんだねマリアさんがうんはいえっとなんか今日のツイッターさ扱いにくいわけ まあいいや。うん。うん、そして、うん、どん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 行きましょう。はい。はい。うん。はい。はい、うん。その、つながる。うん。仕掛けというか。うん。仕組みというか。うん、え、つながろうぜ。って安心だからって言ってもさ。うん。なかなか難しいよね。うん。で、その、じゃ、つながりたくなる。なんか、どんな、なんか、あんとか。例えば、そそ今考えてるんですけど。どんなのが出てる。 まずは、うん、まあ言えるところだけでいいんだけど。まずはこのやっぱ海外の県警人と沖縄県民の温度差がすごい大きいんですよ。うん、すどっちがどうなの？もう海外の海外の形からするうち南朝大会っていうのはもう一大イベント。うん、行きたい行きたい行きたいのなんですけど、こっちのうち南朝大会？何それみたいな <laughs> じゃないですかで。それをまず埋めていこうということで。うんうん 今ねグローバル次世代プロジェクトとかってこんなかい名前のイベントなんですけどこれを月1回のペースでやっててえっとそうですねおととい日曜日にもやったんですけど前原真一さんを呼んで沖縄の移民市の話をしてもらってその後にみんなディスカッションしたんですけど。それには県民が例えば うちのチ大,大会というよりは歴史を知ろうまずはな歴史、ねはい、歴史を知って、うん、じゃあ、ね、まず自分たちから知りましょうというスタンスでこの温度差をちょっとずつ上げていこうかなっていうこういうこういうのがあったからうちのチ大会があって、うん、彼らからしたらうちの大会はすごいなんか大きいものなんだよとかっていうのを知ってこの温度差を埋めていって。 ね、で最終的にはこっちが向こうを抜くぐらい熱くなりたいです <laughs>、うん、でそれでこ,のでこのグローバル次世代プロジェクトをこの本大会中にもやるんですね14日、うんはい、と15日,15日,日そこでまたこの何かもう実際に彼らが来るじゃないですかそこで来て対面した時におーおっ、ね、と盛り上がってなんかつなこれからもこの大会だけじゃなくて。 これからも継続的につながっていけるような何か仕組みを。コミュニケーションの場を持つんだ。じゃあ、コミュニケーションの場ですね。うん。そういうのを考えてますね。考えてます。うん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 。何かアイディアあったらください。アイディアください。ええ、アイディアっていうのは、どうやって次世代と。あ、じゃ、海外の。うちの。海外の。今後もつながれるか。どうやって海外。一回多分イベントや、あったとして。あ、よかったね。じゃなくて、今後も継続的つながれる。 イベントで終わらせないっていうのはなかなか難しいですよね、うん、結構いろんな例えば向こうにもさ、うん、今のこの学生事務局みたいなのがあればいいんだよねああるよね、うん、あとなんか南米とかはね、うん、ある<あ>ところもあるんだ、うんはい、彼らはあのなんだっけ何祭りえっとなんだっけ沖縄マリアナタのエリカさんが言ってたやつ そう、ニーセーターツアーズっていうのがあってですね。ニーセーターツアー、はい、このなんか南米の国をですね。うん、その、この若い世代の県警人たちが、うん、じゃ、あ今年はブラジルで集まって。そ、うんなにこの、うちの大会的な祭りをやってですね。それ南米だけで。はい、南米だけで。二年,年に一回。 やってるらしいんですけど<ー>あ各地域のもう住んでるところに行って集まって何か交流とかイベント<え>お祭り的なことをやって、うん、じゃあ2年後にじゃあ次はアルゼンチンねと、うん、でまたアルゼンチンにみんな行ってみたいなそういうのがあるらしいです。うんうん、でそののイベントのノウハウもこの 実際やってた人が次の国にちゃんと教えて伝えてるみたいなやつを。そういうことは絶対つながるのだめだね。つながります。この今、ねボリビアはちょっとね。ボリビアつながる。んですか今、このちょうどこの県警の人たちが沖縄にいる方もいて、でこのうちなんつの2世、3世もいますよね。3世よ。エリックさんは何世だっけ ?2 世だっけ ?3 世。2世。 ボリビアの沖縄出身なんですよボリビアにもだっけコロニア沖縄っていう沖縄っていう村があってうんうちなんちゅうのミーティングにいたそうですこの眼鏡のうでのそっから来て彼女も結構ボリビアのどっからもうスペイン語ペラペラですからねだってボリビアちろん日本語もね上手ですよね すごいよねいちょっと今あのツイッターに戻ってもいいですか質問がどんどん、はい、コメントも来てるので、うん、タスクゼ0928さんから「県内は違う価値観に触れる機会が少ないからな温度差を埋めるのは難しいね」さっきの温度差の話についてのコメントで「養分,養分<お>お大君」「和部設立後15年世界に21支部もあるのに500名しか会員いないの?」 寂しいね。課題解決できていないってことだね。確かね。WAV に入るのには条件があったよ。ね、二人以上の推薦とかね。えー、じゃあ結構敷居が高いんですね。入りたいって言っても簡単に簡単にあ、そうなんだ。w a 会員の推薦、二人以上の推薦、二人か三名だとか同じ結構敷居高いね。ちょっとすボスボルメさんからあの質問が来てます。集まって何話集ま で話をするのあの多分ウチナンチ大会のことかなあ、うん、次世代グローバルグローバル,ーバル、うん、でその上に5日間集まって話だけですかって質問があれ話だけじゃない各地のイベントがあるんだよねこの5日間っていうのはウチナンチ大会のことですかねあそうかスプルメさん、うん、この今の質問ってウチナンチ大会の質問ですかねそれとも 次世代プロジェクトへの質問ですかそれとも学生若者学生事務局への質問ですか教えてください混乱るかもねちょっと整理しましょうかはいあの世界のウチナウチ大会というのが今年の10月にあってで第5回目の大会ですねでこの大会のその全体自体は沖縄県がいろいろ運営 している中でまあいろいろイベントがあるんですけど、はい、その中の一部のえ次世代グローバル人材育成でしたっけ次次次世世世代代代ググローバル次世代プロロローーババルルププジジェェククトっていうものを若者学生委員会の皆さんが、はい、え運営してやると、はい、ここはそのこれまで年配の人たちのネットワークだったりとか思いを,をつなげていこうというような、うんはい コンセプトでやってるというようなことですね。はい、のこの中でまあいろいろディスカッションしたりっていうことをこれからまあ,まあ仕掛けていきたいというようなことですかね。はい。うん。えっとちょっとじゃあ今ツイッターにまた戻ってもいいですか。大丈夫。はい。はい、えっとどんどん来てますよ。ヤンバルーンチュウさんヤンバルーンチ九九九さん。オス海外の沖縄内南ちは本国にコネクションを作りたいのよね。祭りごとで終わっ ではもったいない。今はネットワークだね。えー、沖縄ハブさんから若い人たちの入り口としてクラブイベントがいいんじゃない飲んでお飲んで踊って打ち解けたら個人レベルの交流が始まるはず。恋とかもしちゃえばい。飲んだほうがいいね。ねこれあのですね。 なんか県のお金を使ってはやっぱお酒とかはできないらしいんであ、それ後でやるべさ自分たちだけでちょっとクラブイベントやりたいなってお話してますねみなさん出てるんですよそうだね勝手にやったらいいんですよもう南米とかお酒飲んでそれがないと始まらないっていうぶっちゃけねある今の世代のそこからね で吉井芳生さんから「若者学生事務局は毎週木曜日琉球大学にて8時からミーティングしてます」はい、という告知っていうのはじゃあ今から参加したい人もいいのかなこうはいこ<う>全然あ大丈夫、はい、仲間にどんどん入って大 OK と、はい、あそうなんだ、はい、自称若者自称,自称若者自称若者皆さ、はいうんあの皆さん <laughs> あのあの関わりたいあのボランティアとかお手伝いの希望の方はあの事務局まで ご連絡、あの毎週木曜日8時からミーティングしているそうです。それからどんどん行きますね。タスくん0928さんから、はいえー、きちんと言葉で伝える練習しないと厳しそうだぞ。難しいですから。あれは、うん、そうだね。言葉って過去言語ってことなのかね。あの多分ど、ちょっとタスくん0928さん、言葉で説明あ伝える練習っていうのはどういった言葉なのかな。それう,うちなんちとはとかうちなんち大会とはとか。 つながりとかとか,か、うん、定義のことを言ってるのかな、うん、それとも各言語でっていう言葉なのかな、うん、はいちょっと教えてくださいち恵さんから海外ななんんかか言おうとした憧れのイベントってあったあ海外のち恵さんから海外の、うん、あ知恵か知恵海外のうちなんちゅにとってうちなんちゅ大会は憧れのイベント、うん、衝撃ですね県内でも今年わ和ぶってよ,よっしゃーみたいになればいいですね 県内では告知とか少ないですね。うん。スボルメさん、え、みんな一緒じゃないの？これなに対しての声です大会が、大会がちょっと今整理したじゃないですか。全体が大きい枠があって、その若のグローバル次世代若者たちも動いてるんだよっていう。そうです。あのスボルメさん、あの今回答になりましたでしょうか？ えー、それからヤンバルンチュ999さん「俺20年サンフランシスコに住んでいました去年 U ターンしてきたここでサンフランしサンフランの方に混じって参加できますか?あ」あそれはもちろん全然一般人というか参加できますかねどういうふうに参加したらいいですかと、うん、どう,どうなんかこのうん あ、そっか。あ、そうだ。各国の人がどこに行くっていうのはどうやって情報を得たらいいんです。これから？旅行とかで。っていうのは泊まる場所とかですか？うん。例えば、この人はもう分かってるんじゃない？うん。あ、例えば今みたいにあのカリフォルニアからとか、うん、サンフランシスコとか、あるいはまあさっき出たボリビアとか。うん、だからそれはボリビアとかで聞いてるんじゃない？なあ、じゃじゃ私たちがどうやって知ったらいいのかな。うん 例えばボリビアの人と交流したいとかいそういうことでて来た人たちがどのイベントに参加するのかそういったことですよね、うん、そううでそこにヤンバルンチュさんなんかも一緒に参加したいサンフランシスコけですねこれ参謀あれですよねまだどの国から誰が何人来るとかっていうのが把握できてないあ分かり次第あの若者学生委員会の ブログで掲載すると今、今参謀からコメントが来ましたので、<laughs> はい、ぜひですね、あのブログをチェックしてください。いやそ、ね、分かったら、なんか例えば、あの若者、い、学生、委員会、うん、事務局に入ってない。他の人たちも、うん、例えば、あっちの国の、あっちの都市に。 留学ししたいいいいってうう人とかかるもれなそですよねじゃあすでにコネクション作っておこうとかそうだよね自分がねどんな地域なのとか事前にこっちでね会って話そこに住んでるうちのあなたか聞いたらこれちょっと企画でちょっと話してみましょうねこれ一番住んだ後もサポートしてこれもらえそうさなここできっかけでねきっかけは何でもいいさね今度ベル行きたいってばぐらいの勢いでもいいしいいんじゃないそれでもね お願い、止まらせてみたいな、それがいいよね、どんどんついていきましょうね、H トゥオースさん、レオナさん、お久しぶりです、レオナさんも沖縄に対する熱い思いがありますよね、それと同じくらい若者事務局も熱い思いで動いてますよというコメントです。局長ですね大さんから OTV で前原さんが世界のうちなんちゅの番組放送してすごく面白かったあんな企画を IT 使って再制作して発信するのも面白いのではこれはあのうちな機構でしたっけはい世界のうちな機構,機構あれは龍代の図書館で見れます。 配信はできるか分からないですけど OTP が OK だったら OK だぞ作ってことは今回新しく今パッと思い浮かんだイメージですよで今ここで若者ががって集まって繋がるわけですよでまた各国に戻っていくわけですよ。 でも今すごい技術が進歩しててユーストリームとか本当に iPhone あればできるわけですよね。それを各国に戻っていった人たちが撮って配信してその文化についてみんなでまたね交流するとかねそういったことができると面白いかもしれないですね。